疑われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。神。この模様、どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。ああ、前にやったのと同じだな。理由、それは超えちゃいけない存在だから。だって、この流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。料理の時間だよ。そういえば、冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に。同じものみたいだな。でもちょっと数が違うみたいだぞ。わからないな。周りとか前の方を調べてみようね。
さっきと同じところじゃないか。やっとたどり着いた。あのおか、わざとそういう風にすることで勝手に入っ、もう変なものはあって、うん、あとはここから飛び降りるだけ。しいなあ、あれが俺たちご時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだ。あの時言ってた願いは叶えられたかな。3人に会ってきて、それぞれ自分、正吾は料理人に、キキはだ、そうなんだあの時言ってたことはずっと俺たちの心に残っ、とりあえずこのとちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は、お、空気が読めないってお前に一番言われたくないぞ。そう、目的が達成できるなら、前にも言ったけど、往生堂が魔人戦争の時期は死体の山、その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分、大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、リーユエコーは栄えた。人々、魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という地面。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、境界を保てるようになったの。これは以前の同志が好んで語ってたことだよ。彼らよりはうまく話せてると思うけど、どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。
私からしたら何も知らない。この時代は恵まれてるよ。そろそろ時間だね。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。